こんにちは。産業技術総合研究所生命情報工学研究センターの油谷です。では、始めます。今日はトランスクリプトーム解析とプロテオーム解析の入門ということで、実際にそのトランスクリプトーム解析、プロテオーム解析というのはどういうものかということをの全体像および基礎を、理解していただければいいかなと思っております。で、今回内容なんですが、まず最初に、ご存知の方いらっしゃると思うんですが、背景をちょっとお話しして、ゲノム、トランスクリプトームとプロテオームの元になるゲノム研究、配列研究というのはどの程度今進んでいるのかと、その辺をちょっと理解していただいた後、どうしてじゃあトランスクリプトームやプロテオーム解析というものが必要なのかということをお話していこうと思います。それではまず背景からいきます。で、分子生物学のセントラルドグマ、皆さんよくご存知だと思いますが、 DNA、 細胞内で DNA がメッセンジャー RNA に、転写されて、そのメッセンジャー RNA を鋳型としてタンパク質ができると、という一連の流れがありますが、ゲノム情報解析というのも全てそれに対応した形で行われています。で、 DNA を調べていくのがゲノム解析、じゃあ、でメッセンジャー RNA を解析していくのがトランスクリプトームで、プロテインを解析していくのがプロテオームという位置づけになっています。これ全体の位置づけです。続いて、で、ゲノム、じゃあもう今は新しいというか、もう当たり前になっている単語ですが、ゲノムっていうのはまず定義から、しっかり言葉の定義から言いますと、ある生物の、その生物たらしめに必須な遺伝情報というふうに定義されています。で、由来の方ですが、こちらに書いてありますように、最初、すみませんね、この遺伝情報を持つ単位である遺伝子、ジーンとクロモソーム、染色体を組み合わせた造語であり、もうこれ言葉自体は1920年代から作られています。で、一番最初に行われたのは、そのゲノム全ての配列、 DNA 配列全てを決めてしまえば生物わかるだろうということで、ゲノム配列解析がもう1995年のインフルエンザウイルスですね、インフルエンザ菌ですね、こっちは。ウイルスとは違う。インフルエンザ菌の、解析から始まったと。およそ500遺伝子だったんですが、それを皮切りに、今、2010年、これ、5月のデータなんで、今だとさらにちょっと増えている可能性はありますが、微生物ゲノムで約バクテリア、コンプリートしたものがバクテリアで1000以上、で、アーキア、古細菌で79。で、真核生物は96年の、セルビジエ、出芽酵母を皮切りに、2001年に、人のドラフトが決まって、ちょっと全部決まったのいつだったかちょっと覚えてないんですが、2010年にの5月の段階で真核で、全てコンプリートしたのが129、ドラフトが分かったのが13種と、もうほとんどのモデル生物、そしてモデル生物以外の、その派生種なんかでもだいぶ配列は決まってきているという状態です。で、それらの配列決定されて、配列が分かったらそれでいいのかというと、そういうわけでもなく、そこから遺伝子推定、遺伝子がどこにあるかというのを見ていくと。で、遺伝子推定領域というのはこちらに書いてある。こちらに書いてありますが、どうもゲノムサイズゲノムサイズとその遺伝子の量っていうのが比例してないと。比例あまりしてないかなというのがあると。比例してるのかな、これは。ただ要するに生物種の複雑さと遺伝子の数っていうのが比例していない。これ人がよく言われるのが、人はマウスよりも遺伝子が少ないというふうに言われますが、そういう感じで遺伝子が多い方が複雑な生物であるとか、高等生物、いわゆる高等生物っていう形ではないということで、その遺伝子配列だけが分かっても結局その生物種っていうのは分からないだろうということが現在言われています。で、もともとそのシーケンス解析を始めた本来の目標としては、シーケンスを解析する対象 DNA で、ゲノムワイドで DNA 配列を決定し、遺伝子コード領域って書いてますが、要するに遺伝子がどこにコードされてて、遺伝子が何個あるか、そしてそれらの遺伝子の機能さえ分かってしまえば、生物っていうのは分かるだろうと、すべて生物を明らかにすることができると思っていたけれども、どうも配列から遺伝子の数見たり遺伝子の量を見たり、そういうのを見てみると、これだけじゃ分からないよということで行われている、現在主に行われているのはポストシークエンス
解析と言われるものです。これが、対象としてはメッセンジャー RNA やタンパク質を、解析していくものです。で、解析内容はこちらに書いてあるように、要するに遺伝子はシーケンス解析で分かるのは DNA 上に、遺伝子があるということであって、それが発現しているわけではない。生命活動のためには遺伝子が発現し、まあ、発現した後の後タンパク質になり、タンパク質が細胞内で機能物質として働くことによって、生命システムが動いているというふうに考えれば、そのメッセンジャーの遺伝子の発現状態やタンパク質の状態を調べないとわからないだろうということで行われています。このような遺伝子発現、細胞内タンパク質と網羅的解析。で、実際に DNA 配列からその遺伝子コード領域っていうのを決定していく、推定していく場合には、その配列情報の、開始コドンからストップコドン、その間の長さや、それに、コドン表と対応させてプロテイン配列情報を見て、実際にこれは遺伝子としてあり得るだろうと、そういうことをやっていくわけですが、それが実際にまだ分かってない遺伝子っていうのが多数あるわけで、そういう未知遺伝子やタンパク質の機能を明らかにしていくと。で、あとはもう遺伝子間タンパク質間の相互作用を解明していくということが、現在行われています。で、この特徴なんですが、これからお話しするトランスクリプトム解析、プロテオム解析の特徴、メッセンジャー RNA やタンパク質を対象とした研究、解析研究っていうのは、これまでもちろん行われてきてました。ただ何が今までと違うかといいますと、まずここに書いてありますように、網羅性や包括性、つまり細胞内にある、一つの細胞、生きている細胞内にある全てのメッセンジャー RNA であり、タンパク質を対象とした網羅的な大規模解析であると。でもう一つは、その今まで特徴のある、ある興味のある複数タンパク質や遺伝子をターゲットとして研究するのと違って、全部を見ていくわけですから、そこには分からない未知の遺伝子やタンパク質があると。でそれらがの機能や、もしくは全体像を見ることによって初めて関連性、全部の相互関係、相互作用っていうのが分かるようになると。でこういうことをやっていくと、将来的にもしくは産業的にどういうものに役立つかというと、まあ、その学術的にはその細胞、生体細胞の仕組みが分かるというとても面白いことがあるんですが、社会的にはゲノム創薬などへ応用できるのではないかというふうに考えられています。という、この辺、これまでが背景になります。で続いて本題のトランスクリプトム解析に参ります。で大体トランスクリプトム解析の方なんですが、どういうものかっていう全体像をお話しした後、実験的手法と、コンピューター解析とか情報学数理理論解析とかいろいろ言い方ありますが、あれインフォマティクスという分野に分かれます。で、それぞれについてお話ししていこうと思います。まずトランスクリプトム解析の、基本なんですが、こちらもやはり定義、言葉の定義っていうのをちゃんとしておいた方がいいと思うので、一応書かせていただきました。で、細胞内における遺伝子転写産物、メッセンジャー RNA 全てを要素とする集合をトランスクリプトームと言います。で、由来なんですが、転写を意味するトランスクリプションとゲノム、要するにトランスクリプションのゲノム単位のトランスクリプションを見るということで、それを組み合わせて作りました。で目的ですが、シーケンス解析によって DNA 配列上で遺伝子と推定された部分について細胞レベルでメッセンジャー RNA を測定解析しって書いてありますが、まず DNA 配列上で遺伝子と推定された部分っていうふうにありますが、それはもう遺伝子かどうか、実際にメッセンジャー RNA が出てる、発現メッセンジャー RNA があれば、実際にそれが遺伝子で転写されてるって分かれば、その部分が遺伝子だとではありますが、ただ推定されただけで転写されなければそれは遺伝子ではないので、まあ、そういうことからその推定された部分だというふうにあえています。で推定された部分について細胞レベルでメッセンジャー RNA 量を測定解析して、その生体細胞内における遺伝子の発現状況を網羅的に把握することを目的としています。で先ほども言いましたが、トランスクリプトム解析の大きな流れ、もうすごく大きな流れをこちらに示しています。まず赤い部分で示したところが実験的なアプローチ。まずトランスクリプトム解析においては、すべては実験技術の発展というものが基礎になっています。で実験的なアプローチの、まあ、その横に書いてある資料の調整、ハイブリダイゼーション、傾向強度の測定というのは、まあ、大体の順番ですね。大きな流れです、トランスクリプトム解析の実験的な流れので、その後そこで出てきたものに対して、じゃあ実験だけで
今までのメッセンジャー RNA や、今までの過去の実験のようにですね、メッセンジャー RNA を対象とした実験のように実験的に出た結果だけで、全てが分かるかというとちょっと難しいということで、その実験的アプローチによって測定されたデータに対して今度は理論的情報学的なアプローチをしていくという流れになっています。で、最終的にその2つのアプローチがを共同して行ってというか、まあ、組み合わせて、未知遺伝子の機能発見、遺伝子発現の制御関係の解明というものが行われるという全体像になっています。で、先ほど言いましたが、そのトランスクリプトームとかプロテオームがゲノム創薬へ期待されると、と言いましたが、どういうふうにその期待されるかと言いますと、まずその発現状態を全部、ある細胞における遺伝子の発現状態を調べるわけですから、例えばですけど病気の各種疾患動物モデルとか、そういう動物のモデルであったり、まあ、実際に病気、がん細胞とか、今だって ES 細胞とか iPS 細胞とかいろいろありますが、そういう細胞における網羅的な遺伝子発現状態を測定する。で、一番簡単なのはそれに健康的な、健康な細胞の発現状態も測定すると。で、この2つを比較する。そうすると、病気に特異的に発現している。病気だとこの細胞が、この病気の細胞で特異的に発現がおかしくなっている。極端に発現量が増えていたり、極端に発現量が減っていたりする遺伝子は分かりますよね。全体像を見るわけだから。で、そこからその病気の原因なのか結果なのか分からないけど、その病気だとこの遺伝子の発現状態おかしくなりますよということが分かるので、その遺伝子、ターゲット候補遺伝子と言いますが、それを同定することができると、比較解析で。で、ターゲット、今まではそのターゲットとする遺伝子が何かっていうのを同定するだけですごく時間かかっていたところが、そのマイクロアレイ、マイクロアレイじゃない、トランスクリプトム解析を行うことによってその辺が一気にできると。で、遺伝子、ターゲット候補遺伝子群が同定できれば、今度はその遺伝子、ターゲット候補となった遺伝子の、機能解析を行うことによって標的とする、その遺伝子に、遺伝子を標的とする低分子化合物を選択できる。まあ、ここは多分大変難しいとは思うんですが、その遺伝子のがどういう機能を持っていて、それが翻訳されてタンパク質になった時どういう構造をしているかってなると、その構造的な特性からここに入ってくる低分子はこういう構造じゃないかっていうふうな形で、低分子化合物を、モデリングしたり、推定したりすることができると。で、まあ、そういうことを行うことによって創薬ターゲットとする分子が決定される。もちろんこれはもう一気にそんなに早くはないけれども、これまでに比べたら数百倍、数千倍の速さでそこまで行くことができる。創薬ターゲットとする分子の決定までのスピードが速くなるというふうに考えられています。さて、ここからは、トランスクリプトム解析の実際についてお話していこうと思います。まず、先ほど言いましたように、トランスクリプトム解析には実験的なアプローチと、理論的なアプローチがあるということで、まず実験的な手法について、話しています。で、実験的な手法で、今、多く行われている手法としては、マイクロアレイと政治というのがあります。で、マイクロアレイは後ほどちょっと詳しく話すので置いといて、政治っていうのがあるんですが、この2つまず比較して したのが下テーブルが下になります。原理としてはマイクロアレイはハイブリダイゼーション、政治は DNA シーケンス、まあ、シーケンス配列情報、配列データを元にします。で、データの性質がですが、定性的と定量的とまたちょっと異なってますが、マイクロアレイの方はその実際のメッセンジャー RNA の量をカウントするのではなくて、メッセンジャー RNA の量に比例して発現する傾向強度というものを見ていきます。ですから、メッセンジャー RNA 自体を測るというよりはメッセンジャー RNA 量に比例するものを測るということで定性的。一方の政治ですが、政治っていうのはそのメッセンジャー RNA、 ある細胞内で出ているメッセンジャー RNA 全てを取り出した後、その一部、もうすごく簡単に言うと、その一部の政治タグって言われる配列を取り出してきて、それを細胞内で増やしてクローニングしてシーケンスするということで、メッセンジャー RNA の自体を測ると、ものすごく簡単に言うと、もうメッセンジャー RNA、 政治の方はメッセンジャー RNA 自体を測っているのに対して、マイクロアレイの方はそのメッセンジャー RNA に比例して、強度が強くなる傾向
色素の量を測っているということで、異なります。でマイクロアレンの方でメッセンジャー RNA の配列情報もしくはその測定する生物の DNA 配列情報ですが、マイクロアレンの方は事前に必要です。政治の方は必要ありません。というのは政治タグというのも配列決まってますので、取り出したメッセンジャー RNA からその配列があるかないかで取り出してくるところがあるので別に不要です。で解析規模ですが、マイクロアレンの方は ほぼ全部のメッセンジャー RNA 対象にできる大規模解析を主に行われている。政治の方ですが、政治もやろうと思えば全部できるんですが、実際にちょっといろいろその希望実験のコスト的な問題とかいろいろあって、実際に行われているのは小から中規模と、そこまで全体像を解析した政治っていうのはある程度選択されたメッセンジャー RNA を対象に行われた実験が多いですというこの違いがあります。ということで今回はちょっとマイクロアレイに特化してお話していきます。でマイクロアレイ言葉自体はちょっと聞いたこういうトランスクリプトムとかだと普通によく聞くんですが、実験されている方も最近はよく聞く言葉だと思います。でどういうものかと言いますと、もうガラスやシリコンというすごく小さいです。ガラスだとスライドガラスですね。スライドガラスとかシリコンだともっとこんな親指と人差し指つけてできるようなこんなちっちゃい布の上に DNA 分子を高密度に配置、これがアレイっていうのでマイクロモーラーでアレイするということからマイクロアレイと。でそうすることによってこの1枚のスライドガラスや1枚の小基板上で、同時に数千から数万規模の遺伝子発現を観察できると。で作成原理、先ほど言いましたようにハイブリダイゼーションを作成原理としています。でいろんな手法、そのマイクロアレイの中にもいろんなものがありまして、ジーンチップって言われるものいやスポット型アレ、これスタンフォード方式とも言われますね。とあと最近ではタイリングアレというのもあります。で、これまでのハイブリダイゼーション、ハイブリダイゼーション自体は、DNA 配列とその総合的に日本製を作るということを原理としてますので、今までの、 そのハイブリダイゼーションで行われてきたノーザンブロットやサザンブロット、それだとどういうふうに違うかというのをこちらに示しています。最後に示していますが、ノーザンブロットやサザンブロットでは1日にせいぜい 2,3 回の実験、まあ、もしかしたら頑張ればもっといくのかもしれないし、遺伝子数ももっといっぱいあるのかもしれない、まあ、10個20個1日にその発現量を見れたら十分だと思うんですが、マイクロアレイだと1回で数千から数万、もうオーダーが違うという話になります。それでこちらが実験的手法の細かいというか具体的なというか説明なんですが、まずジーンチップ、これ先ほど言いましたように3つジーンチップスポット型アレスタイリングアレとかありますが、その1つ目ジーンチップ技術について説明します。ジーンチップ技術というのはアメリカのアフィメトリクスという会社がもともと始めた、手法です。でこちらでプローブアレの作成っていうアプローチというかプロセジャーと標識ターゲットの調整という2つのプロセジャーがあります。でプローブアレイの作成の方がちょっと特徴的で、まず基板、この小さい基板の上に、ここに書いてありますか、 O をまずくっつけて、その上に、ここなんていうんですかね、プロテクトするものをくっつけてるんですね。でそれに光リソグラフィー法というのが、光を当ててマスクって穴がポツポツ開いてる、マスクをかけてその上から光を当てる、したら穴が開いてる部分はこの四角いのが取れちゃうんですね。そうすると水酸基になると。で水酸基になったところに、好きなATGC のうち好きな塩基を持ったものを持ってくると。そうすると、ここに、解合するというか結合して、ここは O から T に変わると。次にここの別のとこには A を持ってきたいなとか C を持ってきたいなと思えば別のマスクをかけて、でまたこの黒いのが取っ払われて水酸基になったとこに C を持ってくると。そういう形でやれば、そのある基板上に好きな配列、好きな塩基配列をデザインできるということを行います。プローブっていう、まず基板の上に20から25塩基の ATGC の配列をいっぱい貼り付けたものを作るというのがこちらのプローブアレイって言われるものです。でこれもともとはそのコンピューターの基板を作る技術だったらしいんですが、それを塩基配列でも適用したと
ということになります。でこれに対して標識ターゲットの調整と、標識ターゲットって書いてますが、ターゲットの、細胞の話ですね。でまず細胞と測りたい、その中のメッセンジャー RNA 量を測りたい細胞からメッセンジャー RNA を抜き出します。メッセンジャー RNA を抜き出したそれを逆転写して cDNA を作ると。で増幅を行って、そこにビオチンによる標識をつけると。で適当に断片化すると。そうすると配列にビオチンがくっついた、こういういろんな長さのっていうか、いろんな配列というか、こういう長さができてくる、長さにぶち切られたDNA 配列ができますので、これを今度は先ほど作ったプローブアレイ上に流すと。そうするとどういうことが行われるかというと、ここで作ったプローブ上にあるこの塩基配列に相補的な、cDNA 配列をはここにハイブリを起こすと。でハイブリを起こしたって、ここは全このハイブリを起こしている元になっている cDNA にはビオチンが標識されてますので、このビオチンの量を測ると、スキャニングという。よろしいですか、ちょっと説明があれなんですが、プローブアレオはこの配列はデザインして作ります。このメッセンジャー RNA の情報とかありますので、そのメッセンジャー RNA、 測定したいメッセンジャー RNA やいろんな情報から得たメッセンジャー RNA と相補的な部分配列をここに並べておくと。で実際にメッセンジャー RNA を取り出してビオチン標識してぶち切ったものを流せば、ここの、プローブ上に乗っかった配列、特異的な配列と相補的なものだけハイブリを起こす、それ以外は流れる。でもしなければ流れていくし、あるものはハイブリダイズを起こすと。ハイブリダイズすれば、ここにその cDNA 上に、あるビオチンが、ビオチンをスキャンすれば、どれだけの量をハイブリしているかが分かる。そういうことでこのメッセンジャー RNA 量を測るということをやります。ちょっともう一つの方聞いた方がより分かりやすいと思うんですが、こっちスポット型アレイ、先ほど のビオチン標識って言って一色の一つの蛍光色素だけを使っています。で今度は二色使います。これスポット型アレイで、95年にスタンフォード のブラウンっていう人が開発した手法ですね。でマイクロアレイのすごい原型になっているものがこれになります。まずこれスライドは先ほどと同じようにスライドアレイ2つのプロセジャーに分かれます。まずスライドアレイの作成と、標識ターゲットの作成というふうに2つに分かれるんですが、このスライドアレイの方の作成、これをから見ていきますと、まずこれ DNA 断片、もう何ていうんですか、ライブラリーとかそういうものから、を作った生物種があると。その cDNA 断片をロボットスポッター、もう人の手じゃできないので、ロボットによる機械的にちょっとだけ吸い取ってスライドガラス用にペタペタ貼っていくということをやると。でできるのがスライドガラス上に cDNA 断片がベタッと貼られた、すごく微量の cDNA の断片が何千ですね、最大で1万とか2万とか聞いたんですがちょっと分かりません、スライドガラス上にとにかくものすごい数の cDNA がペタペタ貼られたものができると。こういうものを用意します。こちらがスライドアレイで、次標識ターゲットの方作成。スポット型アレイ二色法の方は2つ検体を用意します。まずサンプル検体とコントロール検体というふうに言います。でサンプル検体が例えばがんで、コントロールを健康体にしましょうか。サンプル検体、がんの方からメッセンジャー RNA を抜き出す。でコントロール、健康の方からもこれ消えてますね、メッセンジャー RNA、 M 入ってます、メッセンジャー RNA を抽出します。そうするとちょっと見えにくいですが、この太くて短い、メッセンジャー RNA、 これは両方とも2本ありますね。ところが太くて長いのは、サンプルの方は1本で、コントロールの方は2本あると。だからコントロールの方にはいっぱいあるけど、サンプルがになるとこの太くて長いやつは少なくなると。ところがその一方で細くて短いやつはサンプルだけ増えているという、こういうふうないろんなメッセンジャー RNA の違いが出てくると、量の違いが。でその抽出したメッセンジャー RNA それぞれに対して、サンプル由来のものには、実際にはサイ3とかサイ5、 CY5 とか CY3 って書くんですが、そういう蛍光色素をつけます。色でいうと緑色と赤色です。でよく表されます。で例えばこっちが緑にしましょう。サンプルがんの方を緑色にしたと。でコントロールの方を赤色の蛍光色素をつけましたと。
で、これを今度は等量を混ぜます。ちょっとここ書き忘れてますが、ここの段階で等量混合っていうの段階があります。同じ量混合をすれば、例えば太いのであれば、同じ量混合すれば、どういうことが起こるかっていったら、太くて短いのは緑色に、まあ、着色で、蛍光って言ったらちょっと言いにくいんで着色って言いますね。着色されたものが、2本対赤に着色されたものが2本ある。同率ですね。一方、細くて短いものは緑が2本に対して赤が1本。という、こういうふうないろんな割合のものが出てくる。で、それを今度は、そういった等量混合したものをスライドガラス状に、巻けるっていうか、こう被せるっていうか、そのスライドガラス上でハイブリダイズを起こさせると、ハイブリダイゼーションを起こさせると。どういうことが起こるかというと、ある遺伝子、この短くて細いのに関して言うと、緑に着色されたものが2本あって、赤く着色されたものが1本であれば、どちらかというとこのハイブリダイズしたときに見えてくるのは緑色が見えてきますよね。絵の具で考えたらいいです。絵の具で緑を2倍と赤を1倍で混ぜたときにどっちの色になるかと。そういう形になります。だから緑と赤を両方混合し、同じ量等量混合すればどちらかというと黄色に見えてくるというふうな、この蛍光色素の標識された蛍光色素強度をスキャニングすることによって、なんていうんですか、そのメッセンジャー RNA がどれだけあるかというのが分かってくるということになります。で、最後にタイリングアレイ法なんですが、タイリングアレイ法はこれまで のマイクロアレイスタンフォード型やジーンチップとちょっと違って、全く遺伝子の位置に関係なく、解読済みのゲノムデータ、配列データからもう等間隔に抜き出した塩基配列をプローブとして使うと。で、タイル状に並べた、同じ DNA チップっていうんで、小基板だったり、スライドガラス使ったりです。プローブは別にスライドガラスであろうが小基板であろうが何でもいいんですが、とにかく配列のプローブとして使う配列が遺伝子のところ、遺伝子推定部位ではなくて、単にもう塩基配列だと。等間隔に抜き出した検出。こちらに書いてあります。これ DNA 配列、読まれた DNA 配列。この青いところをプローブとして使うとします。タイリングアレイって。で、この黄色で示したところ、これ遺伝子がコード領域。で、緑のところは遺伝子コード領域なんですが、実際まだ遺伝子だって分かってない部分があったとします。こうすると、これを、メッセンジャー RNA を実際に測って、ハイブリダイズさせるとどういうプロファイルとして出てくるかっていうと、もちろん遺伝子コード領域はメッセンジャー RNA として発現しているわけですから、発現が出てきていると。で、遺伝子をコードしてない部分は、発現量が低いと。で、この辺は遺伝子コードしてないと思ったけど、なんか発現量が高いぞと。で、また黄色い部分で高くなって。この辺は遺伝子が、分かってる遺伝子で、この辺はメッセンジャー RNA として細胞内にあるはずだから、こう発現量は高いけれども、ここはこれまで分かんなかった。しかし、この発現量を見ると、どうやらここにもメッセンジャー RNA、この部分のメッセンジャー RNA が あのあるっていうことは、ここもコード遺伝子をコードしてるんではないかなということが分かると。こういう、実験です。で、書いてありますように、生体内で転写された RNA を E 型として作った標識 cDNA とハイブリダイズ。先ほど言ったように、メッセンジャー RNA と、の量を測るわけで、ハイブリダイズさせることで、シグナルを検出します。書いてあるように、未知の RNA についても塩基配列の一部を知ることができるという、いろんな、こういう手法です。で、実際に、よく解析で使われるのはこっちのスポット型アレイか、今だとこっちのジーンチップから得られる発現情報になります。ということで、ちょっとスポット型アレイの、データについてどういうものかと、実際に実験で得られるデータはどういうものかというのを見ていきます。で、スポット型アレイの場合は、2種類の蛍光色素を使いますよね。さっき言いましたように、この CY3、Cy3、Cy5 って言いますが、Cy3、Cy5、2つの蛍光色素を測って、これからどういうふうにその遺伝子の発現量を見ていくかというと、そのコントロールに対してサンプル、例えば、健康なものに対して、がんで遺伝子の発現量が変わっている遺伝子が欲しいわけですよね。ですから、その比率を取ればいいと、発現量というものは。というふうに定義します。ということで、実際に使うデータは、この蛍光色素ではなく、ここで出てくる比率。もし変わらなければ、コントロールとサンプル、健康なものとがんで、遺伝子の発現量が変わらなければ、ここの比率は1になるはず。ですが、変わる、細胞の状態によって遺伝子の発現というのが変わってくる。だから、この比を取って、ここを、
遺伝子、各遺伝子の発現量というふうに考えます。でこれがここまで行うのが実験的なアプローチということになります。でよろしいですかね。もし何かありましたら途中でもいいんで言ってください。でじゃあ今までそうやって実験で得られた何千何万という発現データ得られました。でそこから何をするかというのが、問題なんですが、ここで使われる手法がアレイインフォマティクスということになります。でアレイインフォマティクスの目的と必要性、こちらに示してありますが、書いてありますね。 DNA チップ、マイクロアレイ等で得られる大量の発現プロファイル情報に、まあ、統計学的な手法、なぜ統計学的なというか、もう量が多いので、完全にあれって完全に式で完璧に出るよりは統計学である程度大まかにまとめた方が見えてくるものが多いということで、主に最近よく使われる統計学的な手法が多いと思います。で統計学的な手法等により解析し、遺伝子の機能解析やネットワーク解析を行うための情報処理技術と。で、まあ、必要性はこちらに書いてありますように、先ほど言いました1つのマイクロアレイ実験で少なくとも数千、下手すら数万の遺伝子発現プロファイルが出てくると。でよく言われるのが、実験されている方とか、まあ、特に初期に言われたのは、エクセルでできるじゃんと。今エクセルすごく賢いからエクセルできるじゃんって言われるんですが、実際にはその数千数万の遺伝子発現プロファイルに対して、それを1枚のマイクロアレイのデータから何かを見るんであればいいんですが、そこにそれを、なんていうんですか、ちょっと実験の何回か測ったりしますよね。実験の場合コントロ1回の1つの条件で 3,4 回測ってみたり、もしくは違う条件の、実験を実験結果を比較したり、そういう場合には複数、少なくとも一桁、多い場合には数百数千の実験結果を統合して統合的に扱うと。そうするともうやっぱりどうしても情報処理的にやらなければ無理であるということになります。でアレイインフォマティクスの主流として大きく3つあります。データの正規化、もしくは標準化っていう言い方もしますが、データの正規化、それからクラスター解析、ネットワーク解析と、今この3つが大きく主流として行われています。ということで、それぞれについての前に、でアレイインフォマティクスの流れの全体像を見ています。まず実験的手法、先ほどまでちょっと説明した手法によって遺伝子の発現情報を測定しました。数万の遺伝子の発現量が出てきました。数値データと出てきました。そこからが、バイオインフォマティクス、もしくはアレイインフォマティクスと言われる分野の、仕事でして、まず最初に行うのは測定データの正規化、先ほど言いました標準化、どっちでもいいんですけど、だいたい英語だとノーマライゼーションで一つで済むんで、まあ、日本語だとちょっと正規化っていう人と標準化っていう人両方いるんで、どっちとも覚えておいてください。で測定データをとにかく正規化標準化すると、まずこれが絶対必要になります。でそれをやった後で、例えば有意差解析、ここに書いてありますように検定の方法いろいろ書いてます。 T 検定やマンホイット2度アノーバとかいろいろ書いてますが、まあ、これはもうその人の趣味の問題になってきて、もしくはそのどういう検定を、どういう有意差解析を行う、どういうデータを使うかによってこの辺は変わってくると。でとにかく有意差解析っていうのは、あるもういつもがんではあるんですが、がんの、細胞から出てきた遺伝子発現情報と健康な、細胞の遺伝子発現情報、この2つを比較して、どこがどこにっていうか、有意な差はどの遺伝子が有意差を持っているかというのを見つけていくというのが有意差解析になります。例えばこれは2つじゃなくて3つとか4つになる場合もあるし、3つ4つの条件を比較する場合もある。がんの1日目とか、まあ、1日目は多いわですね、がんの1年目、10年目、30年目のデータを取ってきて、その1年目だと1年目に特異的に発現している遺伝子と10年目に特異的に発現している遺伝子、これはどの遺伝子がそうなっているかというのを調べていくのがこの有意差解析になります。で次クラスタリングっていう、先ほど言いましたね、クラスタリングっていうのは、そのある条件の、もしくは何個かの条件の中で同じように発現している、グループ化ですね、グループ化をしていく、似たような発現情報を持っている、発現パターンを持っている遺伝子をグループ化していくものがクラスタリングと言われる方法、解析方法です。でそうグループ化することによって、例えば数千数万の遺伝子をグループ化することによって、いくつかの
遺伝子、その中にも10個、30個ぐらいのグループができたとする。で、30個のグループの中で1個か2個はその機能が分かってるけど、残り20個ぐらいはまだ分からない、機能が分かってない遺伝子があったとする。でも同じような発現してるんだから、その機能が分かってる遺伝子と、まあ、似たような、もしくはそんなに極端に違うような機能は持ってないだろうということが推定できる。まあ、そういうのを目指したのがクラスタリング解析ですね。で、いろんなものがあります。階層的クラスタリングや、SOM っていうのはセルフオーガナイゼーションマップで、日本語で自己組織化マップと言います。で、まあ、SOM とかセルフオーガナイゼーションマップという方が一般的ですね。あと、警民法とかいうのがあります。次、ネットワーク解析。これは遺伝子と遺伝子の関連構造を見ていくと。ある遺伝子が発現しました。それが、次の遺伝子 のスタートボタンを押してますみたいな、そういう遺伝子と遺伝子の制御関係や、もしくは共同関係、共同的に発現しているとか、そういう、ね、関連構造を調べていくのがネットワーク解析になります。で、まずその正規化を行った後、有意差解析を行うか、クラスタリングを行うか、ネットワーク解析を行うか、まあ、そういうふうな区別がありますね。で、しかしこれらは全て独立しているわけではなく、有意差解析を行った後で、そこで優位にある細胞で優位に発現していると判断された遺伝子に対してクラスタリングを行ったり、ネットワーク解析を行ったりすることがあると。一方、まあ、ネットワーク解析を行った後、有意差解析という、この矢印と逆の方向はないんですよ。多分見たことがないです。もしやろうと思えばできるのかもしれないけど、見たことはないです。ただ有意差解析を行った後、ネットワーク解析やクラスタリング解析に発展する場合がある。で、またクラスタリングを行った、クラスタリングの中に対してネットワーク解析を行ったり、クラスター間のネットワーク構造を調べたりという解析もあるので、まあ、全てがそれなりにリンクはしているというふうに思っていただいていいと思います。では続いてデータ正規化について話していこうかなと。データ正規化なんですが、まずそんなに必要なのと、データの正規化って必要なので、今マイクロアレイを作っているっていうか、データで GEO っていう、ジーンエクスプレッションオムニバスっていう NCBI のデータベースがあるんですが、そこに登録されているマイクロアレイっていうのは、マイクロアレイの結果っていうのは、どこの会社のどういうプローブを作ったとか、どういう製品を使ったっていう情報まで全部入れなきゃいけなくなってる。なぜかっていうと、各会社、国外の主要ですよ、主要っていうだけで5社あって、これがまあ皆さん趣味とかいろいろあるんでしょうね。結構いっぱいどこだけが強いっていうのはなくて、みんな同じぐらいというか、アフィとかアジレントとかはやっぱ多いんですが、アフィとかアジレント多いけども、大体この5社っていうのはよく使われている。で、この5社それで見ていただいたら分かるように、プローブ数も違います、特徴も違います。一触法だったり二触法だったり、塩基の一触法、だからジーンチップの技術ですね。ジーンチップを使ってても25マーだったり66マーだったり30万だったり、そうすると測定されてくるデータも違う。それで会社によって、これ計算方法も違う、その発現量として数値で出してくる方法も違う、そういろいろもう条件が変わってくるわけですね。出てくる結果が遺伝子の発現量イコールこの数値ですっていう形ではなくて、そこにいろんな条件が重なってくると。で、さらにプラス国内で言うと、主なところだけ書いてます、DNA チップ研、東レ、三菱、宝、いろいろあるんですが、そういうふうにいろいろあって、各会社製品によってデータのプラットフォームが異なると。しかし実際に使う、解析するときに使うのは、どの何て言えばいいのか、実験にやってる人だったら、フラスコの違いとか、フラスコの作ってる会社が3個か4個あって、このフラスコのデータとこのフラスコで測ったデータが異なったらいけませんよね。それと同じことになります。だから A 社で作ったフラスコで得られた結果と、 B 社でのフラスコを使って出た結果、この結果を比較したいときに、A 社と B 社でそのフラスコの会社によって結果が違うと、結果が違うから、これは比較できませんというのは言えないですよね。マイクロアレイの場合はまさにそれが起こっているわけで、プラットフォームが違うわけですから、これを統一しなきゃいけないということで、標準化正規化というのが必要になってきます。で、じゃあローデータでどういう傾向があるのか、まあ、会社の違いだけではなくて、まずローデータ自体にかなり誤差があるというお話をします。
これ、ログ1ログ2ってありますが、チャンネル1チャンネル2っていうのが、例えばサンプル1の発現量、サンプル2の発現量の対数値を取ったものです。で、本来ならば、サンプル1じゃない、ごめんなさい、傾向色素1、傾向色素2ですね。一つのサンプルに、一つの、ごめんなさい、傾向色素、そうか、いいんだ、検体とサンプル、検体とサンプルとしようか、コントロールとサンプルとした考え、コントロールの、傾向色素で、サンプルの傾向色素としましょうか。で、コントロールとサンプルで異なった傾向色素を取ってたとしても、遺伝子の発現量というのは、ほとんどの場合、ほとんどの遺伝子においてはそんなに変化ない。健康な細胞とがんの細胞で動いている遺伝子というのは1割だ2割だと言われています。ですから、ほとんどの、ほとんどの遺伝子については発現量に差があってはいけないと。そこから外れたものに対してだけ、ログ1とログ2で比較したときに1倍、2倍以上、もしくは半分、2分の1以下のラインを取っている遺伝子が発現量に変化があったというふうに見たいのに、実際にじゃあログ対数値を取って、サンプルとコントロールの、コントロールとサンプルの比較をしてみると、全ての遺伝子が2倍以上になっていると、こういうふうな状況になっている。これは何で起こっているかと言いますと、基本的に細胞間、サンプル対コントロールのメッセンジャー RNA、 例えばサンプルの方が2倍だったり大きい細胞だったり、もしくはサンプルの方がやたら元気で細胞数が増えてたり、そういうふうにないようにしてても実際にはそういうことが起こる。そういうメッセンジャー RNA の元の数が違えば、もちろんそこにくっつく傾向色素の量も違うわけですから、それは発現量ではなく細胞の違い、細胞の数の違いとかに由来するわけで、それをそのままメッセンジャー RNA の発現量の違いというふうに考えるのは難しい。もう一つは、サイ3、サイ5と2つの傾向色素を使ったらよく起こることなんですが、傾向色素が本来持っている色の特性、特にサイ5の方は取れるっていうか溶けるっていうか、その傾向強度が弱くなるっていうのかな、ので測定しにくくなるっていう傾向がよくあります。っていうことになると、同じ量をもし結合してても測定できなくなってる、感度が悪くなってるというようなことがある。そういう違いによって生じている、こういうふうなデータがよく得られます。もう一つはこれ MA プロットっていうんですが、こちらに対数値の平均、横がですね、縦軸が対数値、それぞれの対数値の、差なんで、まあこう M マイナスですね、マイナス、まあ比率ですね、で A がプラス、アドですね、 MA プロットと言います。こういうのを言ってみると、本来ならばこのまっすぐな線にこうまっすぐっていうか直線上になるはずなのに、この近似直線、近似曲線書いてみると、こう赤くちょっと曲線っぽくなってる。これはもうすでにこう誤差が出ている。この赤い曲線具合を見て、その誤差の程度を見るというので、よく使われる、プロットです。こういうのからやっぱり誤差はあるなというふうに分かります。で、よく行われるというか、まあ、自分が実際行って、まあ、一つの方法として線形回帰による補正というものがあります。これも実際にあるデータです。視床下酵母の発現データをずらっと並べて、プロファイル発現データで見たものです。で、こうスポットポジションナンバーとありますが、このもうすごく細いところが一つのスポットで、マイクロアレイの実験やった方知ってると思いますけど、スライドガラス上にある塊、何十かけ何十っていう四角い塊ができるんですね。それが何個か並んでると。で、その四角い塊の中にまたポツポツがいっぱいあると。だから 60×60 の四角が並ぶとか、そういう意味でスポットのが塊になって、スライドガラス上あると。で、それを、並べてみたと。ちょっと待ってください。ポジションごとに並べてみると、そうすると、見たら分かりますように、どう考えてもなんかわけの分かんないこの傾向出てますね。このポジションの、1番目から、これ何番目、128だったかちょっと覚えてないんですが、128だったか360何番だったか忘れたんですが、それに向けてこう常にこう傾いていると。で、またその次のスポットの1番目のやつはストンと落ちて、これはどう見ても誤差でしょうと。遺伝子の発現状態からの違いによって生じているものではなく、何らかの物理的な誤差である。で、考えられ、よくよく後で調べると、スライドガラスの傾き、スライドガラスが微妙に傾くことによって一部が流れていると、そういうことによって起こる物理的な誤差だったと。
で、もう一つ先ほど言いましたように、蛍光色素のハイブリダイズ能力に由来した誤差があるということで、実際にやったのは、この傾き、この傾いている誤差の一時 曲線、性質が分かれば直せばいいだけですから、一時曲線を算出して、係数がスライドガラスの傾きを示しているだろうと。で、実際調べたところ、これ全ての、この傾きですね、これの近似直線 の傾きの値というのはほぼ似ていると。まあ、もちろん各スポットごとに係数を変えてますけれども、まあ、とりあえず係数の逆数を補正係数としてかけると。そうするとどうなったか。このデータが全く同じオーダーでこのなってくると。だいぶ遺伝子の位置、遺伝子によって発現が違っているのが見えてくるという状態になってくる。傾きによる傾向性質。じゃあこれでいいのかというと、これは本来であれば、先ほども言いましたように、サンプルとコントロールって同じ生物種の細胞である限り、条件が違って変わる発現量、発現が変わってくる遺伝子というのは1割 10% とか、多くて 20% もないだろうと言われている、1割ぐらいだろうと言われているのに、これ全ての遺伝子において、発現量はサンプルに対あコントロールに対してサンプルの方が全て増えている。これはどう考えてもおかしい。じゃあこの差は一体何かといったら、蛍光色素のハイブリダイズ能力。要するに、サンプルと、結合した方の、蛍光色素の方がよく検出されたと。ですからこれをもう各ブロックごとにメディアンを算出して、そのメディアンの逆数、なぜブロック単位でやったかといったら、まあ、先ほどの係数、物理的な誤差の係数もブロックごとで算出しているので、ブロックごとにやったというだけなんですが、それをやると、逆数にしてメディアンを逆数にしてかけると、こうだいたい多くの遺伝子は、この辺の位置前後にいますよと。だけどたまに違う、ある遺伝子、特異的な遺伝子だけ発現量が増えてたり、もしくは減ってたりすると。これにこういうことを行うことによって、初めてそこでサンプルで特異的に発現している、特異的な発現が誘導されている、もしくはリデュースされている遺伝子というのが測定できるということになります。で、もう一つ、現在行われているので、よくあるのが、このデータ分布から正規化を行っていき、データの分布を正規分布にさせていって、そこから発現が量が変わっているものを見ていくという手法です。先ほどのは線形ですね。今度は分布です。まず普通にこちら度数、これ遺伝子の個数です。度数っていうのはこっちが、遺伝子 の発現プロファイルデータだと。何にも考えないで見てみると、想像通り遺伝子の発現量は0から1に関してが一番多い、1とか1から2とかその辺が一番多くて、まあ、発現量がだーっと増えていく比率ですから、0より上ですよね、普通に考えると。Ψ3 の傾向強度分の Ψ5 の傾向強度でやるわけですから、整数分の整数だからマイナスは出てきません、傾向強度の場合で。普通の測定値でいうと、全てが、正の整数、あ、正の整数じゃない、ごめんなさい、正の値で、こういうちょっと偏った分布になってくる。しかしログ値を取る、ログ2とかログ10とかを取ると、その10より、ログ2だったら2より2と0の間は全てマイナス値になりますよね、負の値になる。で、2より上の値は正の値になる。で、そういうふうに対数変換、10でも2、大体10か2か E か、その辺が使われますが、定は。対数変換を行うと、とりあえず正規分布近似になる。なりますよね。ログ0が1ですから、ごめんなさい。ログ1が0ですね。になるから、ある部分が高くなって、あとは負側とプラス側でこういうふうになだらかな曲線を描く正規分布近似になると。で、こういうふうな一回近似をさせた後、今度は Z 変換というのを行います。これはある値から、その値のある値というか、全ての値 のアベレージを引いて、標準偏差で割るということを行うと、何が行われるか、S というのはこれですね、標準偏差の出し方で、平均との差を標準偏差で割るという形になります、全ての値に対して。それをやると何ができるかというと、標準正規分布という分布形状が得られると。これは、平均値が0、分散が1。
分散というか標準偏差分散か分散が1っていう、分布形状が得られます。これは極めてきれいな、よく統計の教科書で標準正規分布で出るガウス分布で出るこういう分布形状になります。ほとんどのデータがで、それより外れてる値、それ要するにこういうことを行えばそれより外側にある、例えば標準正規分布だったら、プラマイにより外にあるデータは外れ値であったり、もしくは極端に値が変わってるという判断ができる。本来なら起こりうるべきではない値を取ってるというふうに判断できるので、そういう判断で、この辺の発現データを調べていくと、この辺の値を取ってる遺伝子を見ていくということをやります。また外れ値の研究でグラブス検定というのもありますが、まあ、これも外れ値って考えるか、それをデータとして考えるかはその場合なんで、ちょっとこういう検定があるとだけ覚えておいてください。グラブス検定っていうのがですね、大体こういうことを行います。で、最後にデータ正規化のまとめなんですが、こう種類と特徴書いてありますように、一色法アレイで行う主な正規化としては、まずバックグラウンド補正、バックグラウンドその基盤自体の持っている基盤、それぞれの基盤というのは同じものを作ってもどうしても基盤自体にが持っている傾向特徴ですよね、特徴を除去すると、傾きであったり何らかのバックグラウンドから得られる傾向強度がやたら高かったりとか、そういうのを除去する。あと正規化としては、一色法アレイの場合クォンタイルノーマライゼーションっていうのがよく使われます。もうこれ細かいのは実際使われる方が見た方がいいと思うので、ちょっと説明省きますね。まあ、こういうことを、こういう手法で正規化を行っていきます。で、二色法アレイの場合は、2つありまして、大きく正規化も2つありまして、グローバルノーマライゼーションとインターナルコントロールノーマライゼーションと2つあると。で、グローバルノーマライゼーションっていうのは、グローバルっていうぐらいで、ターゲットサンプルとリファレンスサンプルの間をの差をなくす。健康な人と、がんの人、さっき二色法でしたが、二色法でもいいんですけど、この発現値の中央、中央値、メディアンとか、まあ、平均値、どうでもいいです、どっちでもいいんですが、とにかくそんなに変わらないよね、発現量の全体、一部は変わっても、全体的にはそんなに変わってるはずないよねっていうものを比較するときに、その2つをの中央値、もしくは平均値が同じになるように処理していくという。コントロール、その同じようにする手法はいろいろ、まあ、統計その正規化を用いたり、正規化してすべて0、1分布にして、0、1 の標準正規分布に直してやってみてもいいし、一番最初の方で見せた線形回帰で直していってもいいし、それはもう人それですね。ただそういうふうにターゲットとリファレンスのサンプルの中央値で合わせていく、これをグローバルノーマライゼーションと言います。書いてあるように細胞組織、形式的な変化など同一細胞や組織内での解析の場合多いですね。でもう一つはインターナルコントロールノーマライゼーション、これはターゲットとリファレンスの状態が大きく異なっている、やることはないんですけど、やったことはないんです、すごくものすごい乱暴な例えをしてしまうと、同じがん、同じなんとかがんとしてマウスの細胞と人の細胞で見てみましょうとか、そういう無茶をやる場合ですね、要するにターゲットとリファレンスの細胞がすごく異なってて、そこで発現の中央値を取って比較したって何も分かんないよね、これをむしろそれを同じにした場合にはおかしくなりますよねっていう場合にやることです。で、そういう場合には実験間で本当動いてない、発現変動していないハウスキーピング遺伝子っていう、そのインターナル中の細胞内のある遺伝子の発現比を同じようにする、そうすることで、他のはすごく動いてるけどこれだけは絶対動いてないよねっていうものを基準にする手法です。で、まあ、ちょっとマウスとしてはあんまりですが、アポトーシスとか、もう細胞状態がバーッと変わっていって、もうとにかく死んでいく場合とか、そういう場合はもう発現状態がぐちゃぐちゃになってて、それを平均値を取って他の健康なのと比較しても全く意味がないというか、何がどう変わってるか、全部が変わってる状態の時は、こういうインターナルコントロールノーマライゼーションというのを行います。よろしいでしょうか。で、ここまでが、データの正規化とか、まずちょっと最初の何ページか前の、皆さんこれあるんだったら分かると思いますが、実験的な手法が終わって一番最初に行われるデータの正規化というところですね。で、有意差解析っていうのは、まあ、もう普通に統計のあれ、ソフトとかツール使えばすぐできるものなので今回やりません。で、次にやるのが、クラスター解析
というものについてあります。最初の方でちょっと言いましたけど、クラスター解析っていうのはどういうものか、でどういう、どう、なぜ必要かというものをこちらに簡単に例として示しています。こう遺伝子が1から N まであって、発現の、まあ、実験コンディションが5個あると。で発現が半分以下になっている、 0.5 よりも、発現プロファイルが 0.5 よりも小さい値になっているものを赤で、2倍以上の発現パターンを示しているものを青で示しています。このような表、このようなデータを得られた場合、皆さんの場合パッと見て、皆さんからパッと見て1、2、3、似てるものはどれですかと言ったときに、普通だと1と2は似てる、3はちょっと違うよねと、これがパッとわかると思います。しかしこれがじゃあ何千個中で 何千かける数十数百になったときに、何をもって遺伝子の発現パターンを類似してるっていうのと、もう一つは発現してる、発現これ似てるよねっていうのと似てないよねっていう区別はどこでつけるのという問題が出てきます。ということで、そういうことをやっていく、何が似てて何が似てないかというものをやるのがクラスター解析ということになります。で、書いてありますように、クラスター解析っていうのは、個々の遺伝子の発現データをもとに遺伝子のグループ分けを行う統計的な手法です。で、クラスター解析の手法としては、階層的なクラスタリング、これ後ほど説明しますね。で、もう一つが非階層的クラスタリング、非階層的なクラスタリングとしては K-MEN 本と、あと SOM セルフオーガナイゼーションマップっていう方法がありますが、今回は K-MEN 法を後ほど言いますね。で、クラスター解析の目的は、先ほど言いましたように、遺伝子の機能予測、同じグループに入っている遺伝子で機能が分かんない、今まで分かりませんでした、だけど分かってる、例えば細胞周期に関連する遺伝子と同じように発現してるっていうことは、これはどうも細胞周期に関連してるんじゃないかなというふうに遺伝子の機能が予測できる。もう一つは、同じような発現パターンを持っている、イコール同じような制御を受けている、イコールプロモーター領域において同じタンパク、同じ転写因子による制御を受けているというふうな、論理づけられますよね。ってなると、その一つのグループの中に入っている遺伝子のプロモーター上流配列をバッと取ってきて、プロモーター領域を、検索するということもできる、まあ、データの統合っていうのは全体的に行っていることなんで、あえていいと思います。で、これ階層的クラスタリング、階層的クラスタリングっていうのは、いくつかの方法がありまして、ちょっと順番が微妙なんですが、まずこういう方法がありますということだけ覚えてください。階層的クラスタリングには、あるものとあるものが似ているというのを類似する、決めていく方法がいくつかあります。で、一般的に行われているのは群平均法、グループアベレージメソッドとか UPGMA と言われている方法です。で、これはあるグループの真ん中、もしくはあるグループ、A と B というグループがあって、この P と Q って書いてますが、この P と Q の要素の間の距離全てを測って、それの平均値を取るということであります。これ DPQ という P と Q が、この集合 P と集合 Q のそれぞれの要素で、全ての組み合わせの要素の距離、まあ、ユークリッド距離であったり、何な、いろんな距離あると思いますが、距離を計算して、それの和を取り、個数で割るということをやってますので、平均値になります。ある A のグループ、B のグループ、すべての距離を観測して平均値が、群平均法。これが一般的な方法ですね、一番。で、最短距離法、もしくは単連結法。最短距離法とも言うし、まあ、普通よく言うのはシングルリンケージ、シングルリンケージとかいう方がちょっとよく聞くかもしれません。で、これは逆にこの A と B の中の、その P と Q です、まあ、要素で言ったら P と Q、 全ての組み合わせの中で一番小さいのを、その2つの、グループの距離と考える。で、その一方で最長距離法、次ですね。で、もう一つの言い方は完全連結法、コンプリートリンケージ。これはその P と Q の全ての組み合わせの中で一番長いやつを、そのクラスター間の距離と考える。これが、コンプリートリンケージ。で、このウォード法、このウォード法は、何て言うんですかね、この E っていうのを設定していくんですが、この難しいな、あるデータの中の距離の平方和が最小になるようにっていう方法です。
ちょっと距離を考えて言ってるんですが、こちらはこれ A と B の距離がこれっていう出し方ではなくて、このそのデータの中それぞれ P と Q の距離、この中のデータの距離の平方和が最小になるように組み合わせていくという方法になります。で、一番簡単なその、まあ、一番よく使われるんですが、群平基本で階層的クラスタリングを行った結果はこちらになります。例えば実験1での発現量を横軸に、実験2での発現量を縦軸にとって、それぞれプロットしたのがこの5つの点だとします。で、階層的クラスタリングの場合は全ての要素間の距離をまず算出します。ですから、この5つの点の距離、この点線で表した、5×402 だから10本の線の距離を測ると。その中で一番近いものをグループとしてまず、認識すると。で、それぞれの距離の分だけ、その一番近いグループの分だけ、この距離と同じ分だけ縦に線を引っ張るということをやります。で、ここの距離まで行ったら、この2つはグループなので、この横線を引っ張ると。で、この横線を引っ張ってここをグループにします。で、まあ、簡易的ですが、この2次元の場合は特にできるんですが、この真ん中の新しい遺伝子と考える。で、ここに新しい集団遺伝子を作って、今度は4つの要素の中の距離を計算する。そうすると、次に近いこの4つの中で一番短い距離はこの遺伝子1と2でした。ということで、今度は遺伝子1と2から、この距離に等しい分だけ縦線を引っ張ると。で、またつなぐ。で、ここにまた新しいグループができる。で、今度は3つでやる。そうすると、この1、2のグループの距離よりは4、5のグループの距離の方が短いので、今度はそのここの距離と同じだけ3から引っ張る。で、このグループの点から引っ張ると。で、またつなぐ。こういうふうに順々に全ての要素間の距離を計算し、一番その中の近いものをまずくっつける。で、新しいグループを作ってもう一回全部計算し直す。で、また新しいグループ、近いものを一つのグループにするというのを段階的に行うから階層的で、最終的にできたのがこういうこっちですね、デンドログラムと言われる、あれになります。そうすると、まあ、ここどこで切ってもいいんですけど、例えばここの上で切ってみましょう。この上で切ってみると、遺伝子1と2は1つのグループ、遺伝子3、4、5が1つのグループ。この部分で切ると、遺伝子1と2、遺伝子3は独立してて、遺伝子4と5が1つのグループ。こういうふうに、いくつかのグループ分けができると。遺伝子の近さによって、遺伝子の持っているデータの近さによって、遺伝子をグループ分けできるというのがクラスター解析になります。次、非階層的クラスタリング。最初 のクラスター解析の最初に出てきた K-MIN法というのを説明します。これは非階層的クラスタリングでは、まず全くこれ、先ほどと同じデータですね。プロット全く一緒です。 1,2,3,4,5 5つの点があって、適当に、ごめんなさい、順番間違えた、まず命令で何個に分けてくださいと、この5つの遺伝子を何個に分けてくださいという命令を最初に与えます。で、今2つに分けてくださいという情報を与えますと、勝手にコンピューターが2つに分けちゃいます。で、例えば今、はい、この5つを2つに分けてくださいというふうに与えると、コンピューターは勝手に1、4、5と2、3というグループを作っちゃいました。で、でその後コンピューター何をするかっていうと、このグループ、自分が勝手に作ったグループの中の重心をそれぞれ求めます。で、この重心と求めた重心と、全ての要素、それぞれのグループ1で重心1ありますね。この重心1と遺伝子1、2、3、4、5の距離で、こっちのグループの重心2、重心2と遺伝子1、2、3、4、5の距離を、算出します。そうすると、重心1と遺伝子1の距離よりも重心2と遺伝子1の距離の方が近いということがこのコンピューター出てきます。そうすると、この自分がもともとあるグループの重心よりも別のグループの重心の方が近ければ、この遺伝子1をそっちのグループに入れちゃうわけですよ。で、この場合、遺伝子1はどうやら重心2の方が近かったから、こっちのグループに入れてしまおう。で、遺伝子3は、もう一段階あるんですけど、重心2よりも重心1の方が近いからこっちのグループに入れてしまおうということをやります。そうすると、結果としてこういうふうに遺伝子1と2が
同じグループになって、3、4、5が別のグループになると。で最終的にその作られたグループの重心、作られたグループの重心と、そのグループ内の要素の距離が他のグループの重心より短ければそこで計算をストップするという方法になります。でこの結果を見てみると、ここで切ったのと同じ状態ですね。遺伝子1と2が1つのグループで遺伝子3、4、5が1つのグループと。で結果は一緒になったんですが、何が違うかというと、それぞれ長所と短所がありまして、階層的クラスター解析の場合は全ての遺伝子間の距離が分かる、要するに類似度っていうのがはっきり出てくるわけですね。遺伝子3と遺伝子出てこない、遺伝子3と遺伝子4はどれだけ似てますか、これだけですよって出てくるわけですよ。遺伝子3と4は、遺伝子2と遺伝子3はどれだけ似てますか、これだけの距離ですよと。要するに最終的にその2つがつながるまでの高さがその遺伝子2つの距離ってはっきり出てくる。の一方で、ケーミン法の場合そういう距離っていうのははっきり出てこない。遺伝子1と遺伝子3はどのくらい似てますかっていうのは数値で表せないけれども、こっちの方が圧倒的に早いんですね、計算が。だから、いくつかの遺伝、例えば1万とかの遺伝子をやって、これを全部で10個に分けたいという場合には、ケーミンでいいと思う。けれども、すべてをきれいにどのくらい似てるかまで見たいっていう解析の場合は、階層的クラスタリングを行った方がいいと。まあ、それぞれ一長一短があるので、それは何をどういうふうに解析するかによって、使い手法を変えていくという必要があります。で、はいはい。はい、いいです、いいです。多分、この辺、実際の中で実験とうまくいってないような気もするんですけど、はいはいはい。例えば、この実験1と実験2っていうので、遺伝子の例えば、発現量が変化しましたと。はいはいはい。で、これは、要するに遺伝子の、5つの遺伝子の発現量が変化したことで、その関係性を。はいはい。例えば1で少なくてですね、はい、2になって増えたと、はいはい、でそれがその同じような割合でこう増えたならば、やっぱりその遺伝子っていうのはこう近いものなんじゃないのかなっていうふうに、はいはいはい、なんか感じるんですが、こういったなんかその例えばこの真ん中の45度のですね、傾きよりその下にあるのっていうのはこう1から2になったらその減って、で上にあるものはこう1から実験1から実験になったらその増えるというふうに私は解釈したいんですが、この今クラスターのところですよね、この絵でいいんですよね、はいはいはい、なんかやっぱり思うようにその増えたものっていうのがなんか近くになるような気がする。ですね、さっきおっしゃってるその増えた減った1で増えて、例えばで、ちょっと待ってくださいね、この例えば45度線を引いて、この下にあるのが一緒でこの上にあるのが一緒っていう感じで考えられるんじゃないか、その増えた減ったっていうのは実験1より実験2で減ってる、この上にあるから増えてる減ってるっていう議論はまずできないのが、もし1で減ってて2で増えてるとか言ったら、こういう形のあれになりますよね。要するに1で減ってて2で増えてるんで、ここの範囲とかこの範囲っていう形になりますよね。だからこの例えば45度線を引いて上だ下だっていう、の考え方は、それはその蛍光強度で正規化の時に出したようなプロット図だったら言えるんですが、実際の発現地をプロットした場合はその45度線でどうのこうのっていう分け方はちょっと難しいと思います。でもう一つは、これはすごく分かりやすくするために実験 1,2 でやってるだけで、次元数の話なんで、普通はこういうプロット図にできない、要するに何次元足せ、4次元5次元少なくともなりますよね、行列式になりますよね。ちょっとすいませんね、ごめんなさい、これですね。これでもちょっと表の形になってますけれども、普通に、
こういうふうに考えていただけると分かると思うんですけど、発現量、ちょっとごめんなさい、発現量イコールこういう行列式になって、行列になってますよね、行列式ではなく行列のデータになっていると。でその例えばこれであれば5次元の5次元の空間にその点をプロットしているわけで、そこでどういうふうに近いかっていうのを示したのが、こういうこの計算手法で出ますよっていう。だからその今2次元だからそういうふうにちょっと見えてしまうかもしれないですけど、これが例えば5次元に拡張したと思ってください。そしたらそこでどういうふうに距離を考えるかっていったときに、ゆっくりと距離であればそれぞれの要素の、差を取って二乗してとか、そういうことをやっていきますよね、という話なんですよ。だから今この距離っていうのは2次元だからこういうふうに示しますが、5次元の場合もやっぱり同じように数値の差を取って二乗でルート取ればこの距離になりますよということを、まあ、ちょっと示しているわけで、おっしゃってることと同じなんですよ。ちょっと2次元にしてるんで分かりにくかったと思うんですけど、刺激を与えた時に連動して速いっていうものとして考えたんですって。はいはい。なんか要は、割合として同じような割合で、動いてればっていうことですよね。はいはいはい。同じように割合で、例えばそうですね、だから同じように1で減って2で普通で3で増えてっていうパターンがあれば、それが例えば1ではすごく減って、G1 は1ですごく減ってて、 G2 は、1ではそうでもないけど1は減ってると、で実験3では両方とも増えてるけど増え方が違うけど一応増えてますという形になってたとしますよね。そうするとその量割合とかその量に関係なく、そういうところをグループ化はできます。ただ一番近いのはやっぱり同じようなだけ減って、同じようなだけ増えてるものを近いとは認識はしますけども、やっぱり減って増えてっていうそのパターンが一緒であれば、それは同じように、近い発現量を持っているという、に感度は持ってます、クラスタリングでは。でその距離を決めるのはですね、やはりこのウォード法とかそういうのもあるんですが、もう一つはそういうのを反映しない距離の計算手法、今回説明してませんがっていうのもあります。で距離の計算で普通ユークリッドってありますが、ユークリッドだけじゃなくて全ての遺伝子間の相関係数を出して、相関係数間のユークリッド距離でやれば、その増えた減ったっていうその情報が結構強く効いてきて、実際にはそれがどれだけ増えたとか、10増えてても1増えてても同じように増えたって判断すると、そういう距離の計算方法もありますので、多分それ実際どういうふうな解析をするかによって、その距離の計算方法およびそのグループ分けの方法っていうのを組み合わせて使うっていうのが正しいと思います。よろしいですか。そうですね。はい。例えば、はい、同じプロモーターによって、はい、支配されてるとか、はいはい、ある刺激を与えるときに、その同じネットワークの同じ路線上になるとかっていう遺伝子を検出するための方法っていうわけではない。いや、もちろん、だから例えばクラスタリングだけでそれができるかって言われたら否って言わざるを得ないんですよ。ただクラスタリングはそれを解析するための一つの手法ですよね。だからそういうことをしたいから、まずクラスタリングを行うとか、クラスタリングを行って、じゃあ本当にそうかどうかを、まあ、実験的に確認する方もいるし、コンピューター的に配列情報を見ていく人もいる。だからクラスタリングやればそれがポンと分かる、答えが出るっていうのは、実際にむしろ実研究では無理ですね、クラスタリングだけをやればっていうのは。けれどもクラスタリングは絶対どこかで関わってくると思います。よろしいです。すいません。あとでちょっと演習の時に使うツールで多分ちょっとご理解いただけるかなと思います。でちょっとクラスタリングについては96年 のスタンフォードのが開発というか、もうダウンロードを OK にしているツールとかよく使われてまして、まあ、この辺ですね、 X クラスターと。でこれはもうフリーでダウンロードできるんで、興味ある方は使われたらいいかと、まあ、この辺のツールが結構一般的によく使われていると思います。
で、あと2枚でちょっと1回休憩しますね。でクラスター解析の、実際の例なんですが、これ細胞周期の、あの、出芽酵母の細胞周期関連の遺伝子群を測定するというかクラスタリングで見つけてきましたよっていう実験結果です。で、出芽酵母6000個の遺伝子があって、その中で細胞周期に関連するような実験条件を与えてやって、そこで発現状態が周期的に起こっている遺伝子っていうのを見つけてきたというのがこの結果になります。で、結局これで約800個の周期関連、細胞周期関連遺伝子群を同定したと。で、それぞれがどのフェーズ、これ見て分かりますね、緑になったり赤になったり、周期によって、あの、M の時に発現して、G1 になったら減ってとか、そういうのから、その各フェーズ特異的な遺伝子を同定したという、あの、もう98年にこういうのやってますんで、もうクラスタリングにしてはすごい古典的な研究になります。で、もう一つはクラスター解析の応用例、オペロン予測なんですが、これはクラスタリングによって、あの、遺伝子の発現パターンが似てますよ。かつ、E コリですね。E コリの、あの、DNA 配列上で連続してある遺伝子。その DNA 配列の位置情報と、遺伝子の発現情報、その一致を見て、隣り合ってて、もしくは連続してて、かつ同じような発現パターン、クラスタリングによって同じような発現パターンを示しているのであれば、それらはクラス、あの、オペロンであろうと。オペロンによって一つのプロモーター領域で制御されて、同じような制御下にある遺伝子だろうというふうに考えられるというような研究で2002年に行われたものです。ということで、ここでちょっと一回休憩入れます。